はい、こんにちは、レトスノーノです。3月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。過ちを改めざる、これを過ちという。これは孔子の言葉です。まあ、試験に落ちること自体、過ちではありません。一度、宅建試験に落ちたのであれば、何かしら原因があるはずです。その原因を改めずに、同じことをしてしまう。これが過ちです。もし一度以上宅建に落ちているのであれば、今立ち止まって原因を考えてみてください。考えるのは今です。本日の3問解くよりも、こちらを考える方がはるかに重要です。後で考えようとしたら、ほとんどの人が考えません。人は怠ける動物なので、後回しにせず、今すぐ行動する習慣をつけましょう。では本日の3問に入ります。表題部所有者について、住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1ヶ月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、これ×ですね。これ昨日勉強した内容ともほぼ一緒です。建物が滅失した場合、地目の変更があった場合、マンション以外の表題登記がない建物の所有権を取得した場合、こういった場合っていうのは、1ヶ月以内にそれぞれ登記しないといけません。しかし、表題部所有者の氏名、住所、これを変更した場合っていうのは、変更登記の申請時期って定められていないんですね。なので、今回の問題は×になります。で、問いにですね、宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合、A が契約行為等を行わない案内所に置かなければならない青年者である専任の取引士の数は1名以上でなければならない丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。案内所で専任の取引士を置かなければならないのは、案内所で申し込みを受けたり契約したりする場合だけなんですね。で、今回は、契約行為等を行わない案内所なので、専任の取引士、まあ、取引士でも宅建士ですね、は必要ないんですよ。1名も置く必要ないんですね。だから1名以上置かなければならないというのは誤りだということです。で、試験の作成者っていうのは、このあたりを狙ってくるんですね。なんで、まあ、個別指導の受講者については、案内所等の考え方、これ別途ですね、合わせて、お送りさせていただきます。受講者専用のメルマガで、お送りさせていただきますので、その点ご確認いただければと思います。案内所については本当得点源なので、引っ掛け問題であっても、何であっても、絶対得点しましょう。で、問い3です。停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届け出をしなければならない丸か×かという問題ですね。で、これ答えは×です。事後届け出っていうのは契約締結日から2週間以内にしないといけないんですね。つまり停止条件が成就してからではありません。問題文は停止条件が成就した日から2週間って書いてありますね。ここが誤りだということです。で、これっていうのはよくある引っ掛け問題なんですね。で、この問題っていうのは非常に重要な考え方があります。で、これは本文に限らず近年の引っ掛け問題などに対応するための考え方なんですね。で、この考え方を日頃から使って学習していると本試験でも得点できるようになります。その考え方、重要なノウハウなんで、ちょっと個別指導でしか解説していないので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガの解説でご確認いただければと思います。で、個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、気になる方ご確認いただければと思います。で、毎日お送りしているこの3問っていうのは、まあ、基本的には、まあ、一般的な解説レベルなんですよね。おそらく予備校の解説とか、通信講座の解説とか、まあ、そのぐらいのレベルで、まあ、具体的な考え方だったりとか、答えの導き方までは、ちょっとお伝えはやっぱ難しいんですね。なんで、まあ、本気でね、絶対合格したいと。いう方はぜひ、個別指導ご検討いただければと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。